これが神の力。聞こえるか、力が湧き立っている、歌っているのだ。性格が約束した未来こそがこの世界の唯一の希望。700年前、それは反物質レギオンを駆逐した。そして今日、再び貴様らの存在を抹消する。警戒して。即戦即決で行こう。ルールは破るためにある。はじめ、即戦即決で行こう。始めようか。軟弱で愚かな人間ども、どうやら身の程というものを知らないらしい。私が絶望を教えてやろう。ここは宇宙。私はカカリアと戦っていたはず。どうしてここに。前回ここに来た時、ナヌークは私をチラッと見てた。まさか。商業区が陥落しました。住民の避難は完了していますが、シルバーミーン26名が犠牲に。続けろ、ジェパード。私にはわからないのです。犠牲になった兵士たちが本当に死んでしまったのか、ボロボロになった彼らが劣化の中でさまよっているところをこの目で見ました。あの中での出来事は世の摂理から逸脱している。狂っていると言っても過言ではありません。大守護者様、恐れながら申し上げます。現在の状況が続けば。分かっている、ジェパード。もうよい、下がれ。何をためらってるの、カカリア。あんたもずっと待ち望んでたんでしょ。この檻を出て自分の目で街を見てみなよ。これ以上私たちに失うものはある。先人たちの努力が、彼らが終えられなかった研究がついに実を結ぶんだよ。私に正体を一つ任せてほしい。きっと性格を見つけてここを救う方法を。冷静になれ、セーバル。何を言って。シルバーメイン、ミス・ランドゥーを連れて行け。彼女は疲れているようだ。彼女の研究室を差し押さえ、全ての研究員を拘留するように。彼らが行っているのは違法な研究だ。どうして。カカリア、いつからそんなに冷たくなったわけ。セーバル・ランドゥー、貴様はかつて私の最も大切な友人だった。しかし約束した新しい世界に彼女の居場所はない。カカリア様、モンスターがこちらに押し寄せてきます。ここは、ここは危険すぎます。愚かで卑しい。はい、何かおっしゃいましたか。
誰にも理解できない。私以外誰にも。彼らには目があり耳もあるというのに、見えない、聞こえない。愚かな意志を糧とし、彼らの愚行と恐怖を許すのだ。お母様、やはり私には理解できません。烈海の侵食はすでに下層部まで広がっています。シルバーメインを撤退させてしまったら、下に残った人々はどうやって身を守ればよいのですか。彼らの安全は自動騎兵が守るだろう。最も重要な防衛線はここだ。上層部が陥落すれば地下も瞬く間に滅びる。地上の防衛線は絶対に守り抜かなければならない。これが選択だ、ブローニャ。リーダーとして貴様は選択する勇気を持たなければならない。貴様と私、私たちにはさらに重要な使命がある。いつの日か貴様も選択を迫られることになるだろう。さらに重要な使命。今はまだ早い、ブローニャ。まだ早すぎるのだ。その時が来ればおのずとわかる。都市が泣いている。孫悟の力が消えている。最後の最後に私たちは性格の意志に抗いきれなかった。私たちに彼女を責める権利はない。この700年間、烈海は刻々と広がり続けてきた。私たちが後継者に残したものは信念でも富でもなく、果てしない絶望だけだ。損をすると誓った故郷が目の前で少しずつ消えていく。それは拷問以外の何者でもない。それに加えて、あの振り払うことのできない人の心を惑わすささやき。どんなに強い意志を持っていても揺らぐことは避けられない。遅かれ早かれ、この日はやってきたのだろう。あなたは一回の価格に過ぎないというのに、頑なに世界の運命を背負おうとする。それもいい。これ以上私たちに失うものなどあるだろうか。琥珀の輝きに触れるがいい、開拓者。あなたの中にある孫悟の意志が、かのアイオーンの目に留まるほどのものかどうか。
器を持って暗闇の中を歩いていく。いやいや、うちらがいる限りそんな結末は絶対にありえないから。性格が全てを。警戒して。難攻不落。礼儀の待ってないお客さんね。星の祝福をあなたに。慌てない。お注射の時間よ。全ては星々よ。開拓者たちに真なる祝福を。お願いだから上がらせて。お願い。やった、上がり。おやすみ。この程度。チャンスだよ。礼儀がなってないわ。星々よ、開拓者たちに真なる祝福を。槍先に火を、炎の槍を断ち切れ。お注射の時間よ、おやすみ。性格が全てを。こっそり大儲け。過去を飲み込む。悪い子ね。ラン、戦闘準備。性格の力は私と共にある。貴様らは旧世界の崩壊を前にどうしているだけに過ぎない。希望だ。礼儀がなってないわ。間に合った。ほんの気持ちよ、気にしないで。助けても何も出ないわ。誰かな。おやすみ。考えても無駄。お願いだから。お願い。やった、上がり。こっそり。やっ、全ては星々よ、開拓者たちに真なる祝福を。過去を飲み込む。お注射の時間よ、お薬の時間よ。誘ってないけど誰かな。槍先に火を、炎の槍を断ち切れ。考えても無駄。ほら。騙されたのか。いずれ全てを飲み込む。やめて。
ー様、あなたは夢から覚めることはできましたか？今回の開拓本当に大変だったけど、タンコ、それにあんた、うちら見事にやり遂げたね。あ、でも性格はどうしたらいいのかな。今までは全部ヨウおじちゃんが処理してたけど。姫子さんとベルトさんには連絡を入れてある。この性格は二人が封印してくれるそうだ。さすが、これでこの世界の危機は去ったってことだよね。風雪激しく、止まるはガタし、性格が封印されれば寒波は徐々に収まっていくだろう。だがこの世界の劣化は急激に広がることもなければ忽然と消えることもない。ヤリイロ6は確かに再生の可能性を得たが、それには時間が必要だ。ここから先は彼らの努力次第だろうな。みんなありがとう。ありがとう。でも私は大丈夫、心配はいらない。やるべきことはたくさんある。あの造物エンジンによる騒動にはきっと市民たちも気づいたはず。多くの疑惑を晴らす必要があるし、公表すべき真実もある。ただどうすればみんなに受け入れてもらえるのかわからない。そんなことが本当に可能なの？お母様の真の目的を人々に告げ、700年も続いていた嘘を明らかにする。ダメ、それは絶対にダメよ、ゼーレ。私どう説明したらいいかわからないけど、他に方法はないと思うの。仮想部で私たちは毎日ある言葉を子供たちに言い聞かせてた。明日はきっと良くなる。もしここで起きたことが知れ渡ったらどうなるか想像できるでしょ。人々は間違いなく絶望してしまう。守護者さえ信用できなくなったら、私だったら何を信じればいいのか、何が信じられるのかわからなくなるわ。お母様はベロブルグを損護するために犠牲になった。え？天外から降り立った来訪者から彼女は性格の秘密を知らされた。そして彼女は初代大守護者であるアリサ・ランドが性格を破壊できなかったことも知っていた。それでも彼女は人間の想像をはるかに超えた力に挑むことを決意した。そして大守護者カカリアは自らを犠牲にしてベロブルグを危機から救った。今からこれが真実になる。あなたたちはどう思う？それならまだ孫悟の希望はあるわね。合理的だな。少なくとも嘘だと反証するのは極めて困難だ。どうして嘘をつかなきゃいけないの？よくわかんないからパス。うちはやっぱり本当のことを言う方が好きだもん。理解してくれてありがとう。多くの人にとってお母様は優秀な守護者だった。真実を残したいのなら、過ちも狂気も邪悪も夢も全て私の記憶の中に留めて、私が背負えばいい。大守護者の責務を受け継ぐ以上、私は甘い幻想を捨て去る必要がある。ごめんなさいツエレ、あなたにはこの秘密を私と一緒に守り続けてほしい。もちろん、どうすればいいか分かってるわ。ありがとう。それじゃあ前に約束した通り、上下をつなぐ橋を架けるために動きましょう。ゼーレ、あなたは性格が封印されたことを仮想部のみんなに知らせてくれる？もうすぐ封鎖は終わると。
自由に呼吸できるようになると伝えてほしいの。ええ、私に任せておいて。きっとあなたも首を長くして待ってるはずよ。あなたが取り継いでくれるなら私も安心して行政区に戻れる。ジェパード従衛官とセイバルさんに伝えないと。ちょっとどうしたのブローニャ。私は大丈夫。でもすごく苦しそうだよ。わかった。忘れるところだったけど、あんたたちまだ指名手配されてるんだったわね。私は下層部の人間だけど、あんたたちほど目立たないでしょうし。それじゃナタへの報告はあんたたちに任せるわ。ブローニャのため、ううん、ベロブルグのために。ねえ、さっき急にかっこいい武器を持って戦場に現れたけど、一体何があったのかちゃんとうちらに説明してくれない？え、あんなタイミングで琥珀王に見られたの？偶然で済ませるにはちょっとできすぎな気がする。彼女自身よく分かっていないのだろう。今回が初めてじゃない。宇宙ステーションで終末獣と対峙した時も同じようなことが起きていた。ナヌークに一別されたことは覚えているか。今まで性格は壊滅と関係があると考えていたが、どうやらそんなに単純な話ではない。まずは今やるべきことを終わらせよう。姫子さんとベルトさんがうん、そうだね。Thank you.